ゆっくりドラム講座、面白いドラマー。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からラオスまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日は面白いドラマーを伝授します。面白い、アプローチが面白いとかじゃなくて見てて面白い、ハワハと面白いドラマーです。面白いドラマー、マッドドラマーことステイグムーア、むちゃくちゃ面白いです。なんて素晴らしいんだって思って私も真似しました。上の動画の叩き方の元ネタはステイグムーアです。腕を風車のごとく振り回したり、ロボットダンスしながら叩いたり、まあ面白い。動画見た方が早いし、むちゃくちゃ面白いし、モードにも抜かれるので、ドラマーならぜひ一度チェックしましょう。ドラム叩いてると私はいつも思います。頑張って演奏しても、これは結局ドラム知ってる人でないと心の底からは感動しないんでしょう。けれど、スティーブ・ムーアの演奏は誰が見ても面白いってわかる。これだ、って思って大変影響を受けた次第です。どうせならわかる人だけってよりもわからない人にも評価されたいですからね。で、は、二人目、ドラマー目立ちすぎわらわらこと、クオン・スングン、なんて説明したらよいのかわかりませんが、もうとにかく面白い。これ書いてるだけで笑いが込み上げてくるくらい面白いドラマーです。なんでもいいから、ドラマー目立ちすぎわらわら、って、今すぐ YouTube を検索しましょう。ちなみに言っておくと、二人ともドラムの演奏はむちゃくちゃ上手いので安心してください。ただ面白いことやってるんじゃなくて、ちゃんと演奏できる上手い人がやるからこそ、面白いのですね。ドリフターズと一緒です。なので面白いことする場合は他のこともいっぱい練習しましょう。より一層面白いドラマーを知りたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。動画のリクエストは Twitter までぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。それではいつもの言葉でお別れですね。簡単でしょう、ね、簡単でしょう、ね、簡単でしょう、ね、簡単でしょう、ね。